一応僕は杉山家の次女として生まれたんですけれども、もう物心ついた時にはこうなんか自分のこの体がおかしいなってずっと思っていて、もう幼稚園の入園式の時にはお母さんにスカート履けって言われてやだって言って泣いて逃げていたので、まあ、いつからそうだったのって言われたら生まれた時からとしか言いようがないのかなというふうに思っていて。Fumino Sugiyama is a transgender man in Tokyo who still carries papers that say he is legally female. In Japan, the law says that trans people who want to be legally recognized according to their gender identity have to undergo numerous surgical procedures that are irreversible and invasive and expensive, including a procedure that sterilizes them. 僕自身は、乳房切除は行ったんですけれども、まだ子宮卵巣の摘出が終わってないので、その条件を満たすことができなくて戸籍の変更はできていないと。日本は人の性を性器によって決めてます。あなたの性別はこちらですっていうふうに、まあ、いわゆるアサインドジェンダーですよね、見なされている、社会から決められている性別に対して違和感を持ってそれをトランスしていく、移行していきたいと思っている人たちのことをトランスジェンダー。私が大阪医科大学の中で、いわゆる日本でいうジェンダー外来っていうのを始めてから今年で20年目になります。でそうなった時に今の日本のガイドラインっていうのはおせっかいなぐらい慎重です。大きな問題としての、生殖能力を永続的に失っている状態にあることっていうのに関しては、まあ、もう当然なくすべきですし。Forcing anyone to undergo a surgical procedure, in particular one that sterilizes them, in order to be recognized before the law, is a human rights violation. ハードルが高すぎます。アメリカでは手術しなくても性別が変更できるというのを読みました。オペとなるとどうしても一大事です。命に関わることでもあるし。手術は本当はしたくないですけど、日本で結婚するためにはそれが要件だからしなきゃいけない。僕と今のパートナーは、今8年以上一緒にいるんですけれども、まあ関係性で言うと、まあ、男女のカップルと変わらないとは思うんですが、法律上は女性同士ということになっているので、いわゆる婚姻関係っていうのは取れない。 Not only canTransgender people like Fumino not get married because they don't have the proper identification documents, but they also struggle to access healthcare, education, and to travel with documents that don't match their identity and appearance. で、例えば僕なんかだとパスポートがフィメールなわけですよね。でも見た目こんななのにパスポートフィメールで入国審査で引っかかっちゃって、お前そのひげ面でフィメールってどういうことだと。で、それで実は入国拒否にあった国もあったんですよね。お恥ずかしながらスピード違反で捕まっちゃった時に、お巡りさんに免許出せって言われて免許出したら、この免許がないぞと、じゃあ助手の方の登録見てくださいって言ったら、ああありましたと。そういったことが数えきれないほど普段の生活の中であるので、まあ、僕は個人的にはオープンにして暮らしてますので、何かあればこう説明をすればというのはありますけれども、ほとんどの、まあ、当事者はまだまだそういったことを言わずに暮らしているので、そのたんびに引っかかってしまうっていうのは生活の中でも本当に大きな苦痛や苦労があるんじゃないかなというふうに思います。 Japan should revise its legal gender recognition law to bring it in line with international human rights standards. Some trans people do want to undergo medical procedures to affirm their gender identity and align their body with the way they want it to be.But those procedures should be completely separate from any legal process to recognize their identity. で、ちょうど昨年末に、まあ、精子提供を受けて彼女が、出産をしてですね、今子供と一緒に暮らしてるんですけれども、まあ、彼女がシングルマザーという形で、法律上はなっている。なので僕はただのその同居人という、ね、これだけ毎日おむつ替えてミルクあげてってやっていても、何も関係性はないっていうのが現実かなと。